こちらの映像は22日に海上保安庁が撮影した西之島です。噴気はほとんどなく、山の形や河口がはっきりと見えます。海上保安庁によりますと、今回の観測では初めて溶岩流が確認されなかったということです。また先月は100度以上あった河口の底の温度がおよそ20度まで下がっていて、しばらく噴火は起きていないと見られます。専門家は、 火山ガスの放出量も減っていて、火山活動が全体的に低下していると考えられるとしています。